今日も話題のニュースをお送りします。オリンピックの反応チャンネルでキャスターを担当しているエマです。本日もよろしくお願いします。今回はもぐもぐタイムの感染対策、爪楊枝使って食べるかもの反応をお送りします。早速一緒に見ていきましょう。遠くから始まるカーリング女子に向けて、日本のロコ・ソラーレが会場の国家水泳センターで初練習をしたそうです。カーリングで18年平良明五輪で銅メダルを獲得したロコ・ソラーレが9日本番会場で最終調整を行いました。スキップの藤沢さつき30は思った以上にすごくいい氷の状態、明日からいい試合ができるんじゃないかと好感触を示しました。チームは最終合宿を行っていたカナダから5日深夜に北京入り、陸上トレーニングなどを行って調整し、9日に初めて深み練習をしました。時差ボケを心配してたけど時差ボケも取れて良い状態で来れたと調子も上々のようです。今回も彼女たちのあれは見られるのでしょうか。前回の平良明五輪ではハーフタイムに感触を取るもぐもぐタイムが話題になった。新型コロナ禍でのもぐもぐタイムについて藤沢は、今までも必ず消毒はしてたんですけど素手で食べてる部分が多かった、コロナもあるのでもしかしたら爪楊枝とか使うかもと明かしました。今回はなんと爪楊枝が登場するかもしれません。平良明の時は選手村の外の八百屋さんでコーチが買ってきてくれたものを食べていた。今回は外に出れないので選手村内で手に入るもので過ごすかな。ここでいろんなものを準備しておいて食べたいものを食べる。フルーツだったりスポーツゼリーだったりいろんなものを用意すると説明しました。日本は10日の初戦で平良明五輪金メダルのスウェーデンと対戦する。藤沢は特にスウェーデンのチームは安定力がすごく高くて、ここぞという時の集中力やショットメイキングが強いと警戒しつつも、私たちも負けてないと思うと胸を張ったのです。初戦の中でもいい試合ができればと2大会連続のメダル獲得へ意気込みました。当チャンネルではこれからもオリンピックの動向をチェックしていこうと思います。ご覧いただきありがとうございます。それではこのニュースに関しての様々な反応を見ていきましょう。こちらです。今大会もぜひ素晴らしい試合をお願いします。アメトーークでも取り上げられたよね。もっともっときつい競技や時間を要するスポーツで途中で集ってお菓子食べてる競技なんてありますか。もぐもぐタイムとかそだねージャパンに対して批判的な人が多いけど、このチームに関してはそういう緩そうに見えるところをクローズアップしても全然いいと思う。過去に金メダル1個取ってからもうだいぶメダルは取れてない気がするけど、作戦は練ったらいいと思うけど、もぐもぐいる？手づかみでも爪楊枝でもそんなことどうでもいいわ。だいたい途中で食わないといけないほどハードな競技でもあるまいし、初戦から強敵だけど勝って勢いをつけてほしい。イワシでも食べておけば北海道で活用されてない魚も吐く売れ。イルカかライチ、行人豆腐、ごま団子。毎日ゲームが続くけれど、どうかロコらしさを前面に出して頑張ってほしい。ものすごく応援してる。怪我と隣り合わせで体張ってやってるのに。もぐもぐ隠れて食べるか。カーリングとか将棋とか頭の悪い記者がついていけないときは食い物に走るしかないということだ。韓国のイチゴ大丈夫なのか。日本では毎回カーリング、アイスホッケーといった団体競技があまり注目されないことが多いのが残念。やっぱり自分はこういう団体競技が好き。最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもオリンピックの反応チャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録と評価していただけると励みになります。本日は
キャスターのエマがお送りしました。またお会いしましょう。